よし19、させ頭まで来い、優勝。福島県にいますが、北海道のセコーマートコーヒーゼリーありがとう。いや今日福島どこ行こうかな。なんて穏やかな朝なんだ。すがすがしい月曜の朝。こちら忍山第二展望台というところなんですが、見てください、やば、福島競馬場めっちゃ見える。すげえ、こんな近くで見れるとは。ちょっとこういうね、競馬を違った角度から楽しむという、これが競馬ライフです。狭っ、経験いいな。絶対すれ違えないもん。今日はちょっと福島競馬場のすぐ近くの神社に来ました。競馬のお守りが、ね、あるという情報をツイッターでいただいたので、どれにしようかな。沼たんお守り買ってきました。おーすげえ、お守りでこんな三連単って入ってるお守り他にないでしょ。福島の町を出て、今週は南の方へ下っていこうと思います。やばい、ちょっと今山道なんですけど、いやちゃんと雪だよこれ、やばいな。もう普通に雪降ってます。福島マジか。チャンネルのところを話していただきます、ね、どちらでももう、あ、曲がっちゃった、まあ、いや、これも思い出ということで。お邪魔します。いや、美味しかったです、ごちそうさまです。はい、すいません、行ってきます。ありがとうございます、ごちそうさまです。今日は月曜日なのですが、朝からねボーナス確定演出を見たって出勤してきます。着いた、オープスバンダイ。投票券をお取りください。ありがとうございました。あー、無理や。最悪。
いや、いいぞ、タイト。よし、あるだろう。タイト、刺せ刺せ、キュキュキュ。ダメか。6、ここに6。一応いいけど。いやー、何がボーナス確定演出だよ。わけわからん、馬券場で。なんか1万以上負けだし。いやもう最悪。寒い、めっちゃ寒いしな、そんで。おぉ、道の駅猪苗代特別歯医者の食事です。60円、50円、いただきますか。マジで寒いって福島。やばい。ちょっとヒーターつけよう。寝るときぐらいはあったかくいたい。味一緒やん。全く味一緒だな。まあ、そりゃそうか。馬の口笑うのか。へえ。馬洗いし。へえ。
難易度としてはディープサイクルとポタデン2つ両方いけるようにするのとポタデンだけにするのであれば、妖精さんの名水コーヒー、ここどこだっけ、今何県だっけ、茨城、え違うわ、福島か、福島で北海道のコーヒーをいただきます。今車内27度です。本当はこの車断熱されてるって聞きたくなる。これや、あ北海道、車内でも冷えたドリンクがいつでも飲めるってだけで幸せですよ。よし、じゃあ次の観光地へ行きましょう。こちら、競馬観音という場所になります。いやなかなか知られていない栃木県の、まあ、馬の供養スポットになるそうです。我が家にいたライスシャワーも持ってきました。競走馬供養と、岡部さん競馬ライフチャンネルにもご登場いただいた、いや名手ですね。わもうジョッキーの名前すげえある。またオリジナルマップにもこういった場所はね登録しておきますんで、旅のお供にぜひ立ち寄っていただければと思います。いやライツシャワーは京都競馬場にもねお墓があるので、いや本当に愛されていた馬なんだなと。ちょうど先週ねライツシャワーに乗っていた的場仁志、元騎手とも福島でね写真を撮る機会があったので、いやなんかこれも感慨深いです。しフリー Wi-Fi があります。いや最高って思ってね快適に使っていたんですが、競馬のページはアウトです。もう、まあ、フリー Wi-Fi あるあるですね。公共の Wi-Fi はギャンブル系基本アウトです。これ特産品を使ったご飯、いやー楽しみです。いいですね。こちら那須ファームビレッジ、いや想像以上にすげえ。こちらはモデルのさえこさんがオーナーという、引退した馬たちを引き取ったりしているみたいです。
やめっちゃいい牧場でした。感動した。いや馬がこんな活躍できる場所はもっと増えてほしいと思います。なかなかレトロな風呂やな。閉めないね、風呂上がりのガラナ冷やしておいたんです。風呂上がりのガラナが一番ガラナのね飲み頃なんですよ。ルネッサンス。あこれ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 、ね、もうかれこれ1ヶ月会ってなかったからな。これなのよ。でドライヤーをしましょう。先ほど行ってきたサエコさんの牧場でこんなトレーナーを買ってしまいました。いやまさにもう僕の心そのものですね。馬を愛することを止められないよと。もう見てください。もうまさにその心を体現したような空間ですから。ここは今世紀最大の高価な買い物でしたね。1万円です。いやいいんちゃう。でもセンスのいいグッズがめっちゃ多かった。おーあーもう今日これだけで幸せ。今週も車中競馬予想の準備が整いました。ノートパソコン、デュアルモニター、そしてタブレットと、もうこれ全部 15.6 インチあるので結構なスペースなんですけど、これがちょうど収まるような、机のサイズ、まあ、これね自分で作ったんで計測して、でマウスも置けるような、そんなね理想的なテーブルになっております。よし、今週もひたすら車内で競馬予想していきます。で今週もですね、現在のチャンネル登録者数を軍資金にしてですね、まあ、大体5万5千円がね1日の馬券の軍資金ということで、まあ、今ね、こちら住んで300万円の今軽キャンピングカーに住んでるんですけど、2代目キャンピングカーへの道の購入資金作りとしてですね、競馬でお金を貯めようと。で今週はですねキャンピングカーがね85台も集まるというもう超ビッグイベントがあって、今回は、いろんなキャンピングカーをまた見て2台目のね、まあ、ヒントをもらいつつで競馬をやりつつで、さらに今回はビッグボーナスがあってですね、あのキャンピングカーの今バンライフ伝道師としての活動をしてるんですけど、そこでのね、まあ、プレゼン大会とか、あと1年間どれぐらいバンライフ業界に貢献したかと、まあ、それに優勝するとですね、もうマックス、まあ、賞金10万円が手に入るという。それは頑張っちゃうよ。現金があれば何でもできる。なので今週は競馬も頑張るし、バンライフを広めるね、まあ、伝道師としての活動のプレゼン大会も頑張ると、まあまあとりあえずねいつも通り週末の競馬に向けて今から予想していこうと思います。皆さんの清き1登録が1円の力になりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はいお待ちどうさん、はい、お昼ご飯に簡単にしたいと思います。こちらが今道の駅で売っていた鮎の塩焼き400円。あとは昨日ねお風呂屋さんになぜか売っていた惣菜ですね。うんうまいわ鮎。とりあえずポタ電の充電がもう致死量なので、いや急ぎで充電しましょう。
よし、とりあえず充電が済んだので、ちょっと探検していきます。お疲れ様です。週末の時間が来ました。もう夜中なんですけど、今車内は26度あります。電気が、ね、無限に使えるおかげでですね、もうヒーターも暖房もガンガン使っていきます。いや、あったかいです。はい、で今週の競馬なのですが、現在チャンネル登録者数が55,700人と、これを1日の競馬の軍資金にして2台目キャンピングカーの購入資金を作っていこうと、しっかり入れてますんで57,700円ずつ土日で購入していこうと思います。で今週はですね、ちょっとキャンプ場で、イベントを開催していて、ちょっとね、いつもみたいに何レースかを買うっていうのが難しいので、ちょっと1レースに55,700円つぎ込もうかなと。で一応勝負したいのが、いや一番やっぱいいのは東京12レースサイルーンの単勝を勝負しようかなとは思っております。サイルーンがね、体重増えたらサイルーンでいいんだけどな。明日はね、だから1点勝負でちょっと仕留めたいかなと思います。いや、電気がこんだけ無限に使えるだけで、なんていう心の充足感というかね、安堵感があるんだ。いや、今週は土曜日の方が自信あるんで、いや明日当たってほしい勝負です。仕事も移動もしたんで、寝る準備していきましょう。よし、今日はもう電気フル稼働なので、こちらですね、電気毛布。今日はヒーターをつけっぱなし、なおかつ電気毛布を使うという、もうこれ以上ないもう贅沢ですね。いや、明日は競馬やりながらキャンピングカーも見れるという最高の時間ですね。よし、いい夢見れますように。おやすみなさい。おはようございます。いや、気持ちいい。いや、あったかく朝を迎えられるだけなんて幸せなんだ。今日なんですけど、いや東京の12レースかサイルーンの単勝で勝負しようかなとは思ってるんですけど、まあ、体重が増えたらないいんですけどね。最終レースなんでね、もう少し、まあ、あと4時間ぐらいあるんで、ちょっとゆっくり、競馬の傾向を見定めていこうと思います。いや、55,700円1レースは結構緊張するな。ダリトンホールが打ちにいます。そして最後のヘルクはどうなった。はい、無事に競馬観戦会イベントも、大盛況に終わってですね、こっからが本気の勝負です。でですね、こちらサイルーンのね、単勝勝負したかったんですけど、ちょっとやっぱ体が減ってしまっていて危ないので、もう一頭硬いと思うね。この1番ですね、レッドロア、この1級のね、ワイドに強1全てをぶち込もうかなと思います。まあ、それでもですね、 4.6 倍つきますので、まあ、55,700円現在のチャンネル登録者数。いや、今日ね、いけるんなら多分これだと思うんで、もうここに全てをつぎ込みます。体重がね、やっぱ増えてほしかったので、減ってるんでね、休み明けでも、まあ、それでも力はあるんでね、投票しましょう。55,700円1点勝負いけ。だ、じゃあ発送まで待ちます。さあ、本日の一蔵入魂レース、もう55,700円1点勝負です。まあ今日はね、ちょっとキャンプ場でね、競馬を広めるというね、
まあ、活動もしながらなんで、ちょっとねいつも通り帯チャレンジはできなかったんですけどね、ちょっと直前までオッズとか見れなかったんで、まあ、今日はね買いたかったのはこれだったので、まあ本当は9の単勝が良かったけどな、どっちが正解なんだろう。今日の車大チャレンジを成功させて軍資金を貯めたいと思います。よしよしよし、スタートしました。1番と9番9がね折り合えればね結構チャンスの、ビュイック、ルメール、もう外国人買っときゃなんとかなるだろう。もう2頭ともが3着以内に入らないと当たらないので、そう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 、あとはさばければなんとかなるだろう。前半30、いや33球、やばい、めっちゃハイペース、これ来たな。いやこれ前潰れるわ、あるぞ、いやこれあるぞ、プラス20万欲しい、つまんなければ全然ある。いや9も手応え抜群、いやあるだろう、ルメールビュイック19 1が進路微妙だけど9は大丈夫だろう。9、あ1、よしよしよし、1、よし来た、1番焼け、よし19 1919 1919 1919、あー後ろくんな、9サイルン、9頑張れ、9 9 9、よしよし19 1919 1919、よしよしよし、そのままよしよし、ワンツーや、いや生まれんでもよかったわこれ、よしいや危ねえ、単勝にしなくて正解だったわこれ、よっしゃー、これ何倍つくの、いやちょっと持ってるな、この体重だけね見ようって思ってた、この忙しい中でも体重だけはチェックしようと思って見てたら、あーやっぱ2着だ、よしよしよし、まあ単勝じゃなくてよかったマジで、よしこれが男の一点勝負です。あーよし、1レースって考えるともう絞るからな、もうこれしかないっていうところに突き込んだんで、しゃー、払い戻し金がワイドが 4.7 倍ついて26万1790円になりました。持ってるなマジで、いやすごいわ、自分でも思うけど、この一点勝負にした時の集中力ね、まあ、体重とかねパドックとかをもう見る前に、まあ、こうなったらこう、こうなったらこうっていうね、場合分けというかね、パターンを分けて考えておくっていうぐらいまで、レース前にね、考えておいたんで、まあ、それがね、やっぱ実を結びましたね。しゃー。いやー、最高だね。競馬観戦イベントもできて、お金も増えて、あとはね、ちょっともう、じゃあせっかくのみんなでね、キャンプとかを楽しもうと思います。そしていい車ね、ちょっといろんな車見学して、欲しい車っていうのをね、モチベーション上げていきたいと思います。体制完了です。はい。はい。乾杯。私を誰だと思っているのか。こちら京阪杯、いや東進マカオとね君はクイーン、もうこの2頭しかないだろうと、
いやこのレースはこの2頭しかないだろう。いや東進馬行さんがね一気に人気落としてるので、まあ、状態さえ万全であればねやれると思うんですよね。なのでこれね最終レースとかなんで、はい、今日ねまだねキャンプ場イベントで僕のねプレゼン大会が今日あってですね、まあ、最大賞金10万円獲得するチャンスがあると自分で稼いでいきますんで、はい、じゃあ一稼ぎしていきたいと思います。すげー開く DIY の時はこれを出して板を、あーこのアイディアはいいっすね。かわいい。いや物やばいって。荷物いっぱいね。なんでえこんな増えた？おおハロー。あバランス協賛です。よろしくお願いします。私たちは令和3年3月3日にありがとうございました。競馬当ててくださいね。ありがとうございました。ここでやりましょう。ジャパンカップ当てないと。いってらっしゃい。無事にプレゼン大会が終わってきました。結果はですね、今年バンライフというね文化を最も広めたアンバサダーとしてなんとケーバンライフ優勝しました。やりました。もう一着です、一着です。数あるね多くのバンライファーの中から、表彰していただきました。優勝です。まあ、問題はね金がいくらかって話なんですよ。まあやらしいんでちょっと開けましょう。まあこれが競馬ライフチャンネルです。4万かな。金。いやもう貴重なね競馬の軍資金ですから。これもいやーちょっと競馬だけじゃなくてバンライフを広める活動してきてよかったー。こんなビッグボーナスがあるとは。うーやらしいチャンネルだな。おーはは。いやこの4万円もちょっとねまあこれもね、バンライフを広めた貴重なね記念日ということでこのお金もねまた次の2代目キャンピングカーへ取っておきたいと思います。いやーちょっと嬉しいですね。今年2023年に関してはちょっと競馬もそうは全力なんですけど、まあ、バンライフ迷ったらちょっとバンライフに力を入れていこうということでねいろんなイベントを参加したり主催したりそしてね、活動したりということで、いやーそれがなんか一つまだまだね通過点ではあるんですけど、いや貴重なね記録としてこれも残しておこうと思います。よし、あとは競馬当てるだけや。競馬のライフチャンネルですからバンライフばっかりやってたらダメなんですよ。もう競馬で当てるっていうのがね何よりの大事なコンセプトですから。いやー京阪杯あと当てるだけや。ちょっとあと1時間ほど勝負の時を待ちましょう。京阪杯なんですけどちょっとね予定していた5番君はクイーンが体重が減ってねちょっと輸送で細く見えたので急遽変更してこの17番東進マカオの、まあ、単勝と副勝で勝負していきたいと思います。これだけはね体重一応見とこうと思っていたので、いやこういうね大事なところはギリギリまで待とうと思います。よし、また5万5700円をですね、まあ、資金配分して、こちらまたね合計したら11万になるということでですね今日はこの1レースに入魂したいと思います。頼むぞ東進マカオ投票。昨日当たったお金が増えているんでつぎ込みたいと思います。いけ55,700円。うわーいっちゃった。だとしても今週もプラスですから、いよいよ馬券チャレンジの時間が来ました。京都12レース京阪杯17番東進マカオの単勝と副勝ですね。いやもうバンライフをね盛り上げる活動で、ね、軍資金もゲットしましたから本業はさらにやれるというところを証明していきたいと思います。現実に戻ります。さあ間もなくスタートです。スタート、よしよしよし、スタート決まった。いい感じ。そう折り合いってるしいいんじゃない。いやいいんじゃない、全然かかるとこもないし前がやり合って、そうポジションはいいんじゃない。外の7番手ぐらいかな。できれば1着まで来てほしい。いやいいよいいよいいよ、一番強いってとこを見したれ。東進マカオも優勝するんや。33なんで、よしよし平均ペースぐらい、いや捕まえられるだろう。いやいい感じ、いや全然いけるよ。東進3着あんだろ。東進
通信通信外させさせよしさせさせさせ頭まで来い頭まで来い頭まで来い一着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 させさせさせよしよし優勝よし東進の顔やりましたやったーいやすごい土日とも優勝東進の顔しゃー勝ったーこれなんですよこれが競馬伝道師なんですよというわけでですね何倍ちょっと副賞がまだ分かんないんですけど単勝が 7.2 倍1万3800円買ってるんで99,360円で副賞が 2.5 倍から 3.3 倍なのでそれは4万1900円買ってるんでこれも10万超えるということでちょっとね払い戻し出るまで待とうと思いますよし競馬もバンライフもお任せあれ競馬ライフです優勝やったありがとうございました楽しかったみんな気をつけてね本当にありがとうございましたこれからもよろしくお願いしますよしなんかもう全てが順調いや全てが順調競馬もバンライフもこんなにうまくいくなんてなんとですね茨城県セイコーマートがあるんですうわー最高懐かし度セコマート飯うーはいもう僕のね厳選したセコマートメニューですねもう見慣れたガラナ名水コーヒー北のポテトサラダカツ丼いやー懐かしい北海道の思い出が蘇ってきますいやーもうお腹ペコペコなんでもう勝ったけどねはいカツ丼いただこうと思いますいやー懐かしいわまずはガラナで乾杯いや今週1週間ほんとなんか頑張ったようんもう全部がうまくいったすごい先週の福島と大違いだねでは今週も1週間お疲れ様でしたー北海道で買うとガラナね税込み105円だったんですけど茨城で買うとこれいくらだったんだちょっと値段がね違いましたなら20円ぐらい違うかなということで輸送費が多分北海道から茨城だとセイコーマートあるんですけど20円ずつぐらいだから全部違うと思いますまあでもね、会えるだけで幸せですから、セイコーマートに。一週間生きたって感じ。やっぱ刺激があるっていうのがね、もう生きてるっていう感じなんですよ。俺、生きてるみたいな。勝っても負けてもね。いやー、今週は良かった。旅も充実して、いろんなとこ行けたし。カツ丼いただきます。いやー、勝利の後のセイコーマート飯は最高だね。まあ、勝っても負けてもセイコーマート食べたけどね。なんか北海道の景色ですね、まさに。見たよよく見たよこの景色 YouTube でいただきますあカツがうまいのよ北のポテトサラダうん今週も1週間お疲れ様でしたいやー激動の1週間でしたね競馬ライフ茨城編なのかな福島、栃木、そして茨城とやってきました。いや、今週は本当に楽しかったな。旅もできて、キャンピングカーも味わえて、で、競馬も当たるというね。いや、もう、なんだろう。このバンライフのすべての醍醐味を、なんかこの一週間楽しむことができたと思います。さあ、今週の夢の二代目キャンピングカーへの道、軍資金作り。今回は、なんと、土日、2002勝でございますいや、しかも額が素晴らしい。土曜日、なんと、261,790円。そして、日曜日、208,300円になりました。イエスイエスイエスそして、加えることですね。こちら、バンライフ伝道師としての活動が認められ、見事 MVP に表彰され、こちらの4万円も獲得しました。やばいな今週だけでだからいくらもう50万ぐらいいや嬉しいですねやってきたことがこうして認められて今年1年は競馬界のだけでね今まで生きてきたんで競馬以外のことは全くできないというね自分だったんですけどちょっとね外の世界も覗いてみようそして競馬の外の人たちともね交流してみようということでね新しくまあよりね、このバンライフっていう文化広めていこうという活動をしてきたんですけどね。それが、見事にね。まあ、いろんなね、この YouTube チャンネルでも、
いろんなキャンピングカーを借りてね、実際レビューしてみたりですね、イベントの様子もね、公開したり、まあ、そんなね、あとバンライフっていうね、馬名をつけたりと、まあいろんなね、そういうバンライフを広める活動というのがね、まあ評価していただいてですね、バンライフの MVP 大賞ということをいただくことができました。というわけでですね、夢のキャンピングカー2代目の道購入資金、なんとここまでですね、187万3170円貯まりました。いや全然足りないけどね、あと1000万は欲しいよね。いやまだまだ旅は続くんですけど、いや本当になんかモチベーションがね今は上がってます。はい、帯チャレンジとまあ一点勝負、まあどっちがいいんですかね。いやでもいや帯な、競馬場だから、競馬場で現金で買うときは絶対帯が欲しい。なんか目的変わってんな、車の資金作りなのになんか100万円を見たいっていう謎のモチベーションになっちゃってるけど、まだまだね、競馬ライフ夢のキャンピングカー2代目の道ということで、まだまだ続きます。ぜひね、皆さんの清き一登録が貴重な軍資金になってきますんで、まああとはね、はい、皆さんのあのご覧いただいてるね、おかげで収益が、はい、結構あるんで、あのYouTube の収益にもつながるんでね、もう皆さん見ていただいてるだけでも十分応援していただいてるということで、それでね、あの思い残すことなく、もうあと余ったお金は全部競馬にぶち込めばいいというね、ご視聴いただいてる数が力になっておりますんで、本当に皆さんありがとうございます。いやおかげで競馬はだってバンライフの MVP にもなって、いや本当に最高でした。次はですね、ちょっとね、また何をしようかな、チャンピオンズカップ行こうかなということでね、ちょっとね、この放送はもう2024年になってしまっているかもしれないんですけどね、だからみんな明けましておめでとうございます。というわけでね、僕も早く夜明けを抜け出して、まだまだこっから的中街道へ行こうと思います。それではまた来週の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。バイバーイ。やったー。